皆様、こんにちは。一言上の一言です。今日もここからお伝えしたいと思いました。ジュリーさんの件で、パニック障害の件についてお話ししたんですけど、一つ大切なことを言い忘れたので、そのことについてお話したいと思います。一言、ジョー。55からのハッピーライフ。そういう診断を受けているんだったらば、自分で起こった時にどういうふうに対応するかっていうのを知っていることが大切ですっていうことを伝えたんですけれども、それと同時に薬を処方してもらったり、治療っていうのにはね、いろいろな方法があると、薬だけじゃなくて。それとともに、周りにいる人たちも大変なことなのでね、家族とかになったらもう助け合うっていうことは当然のことになってくるので、隠すも何もないんですけれども、それでも中にはね、家族を心配させたくないっていうことで、自分の病気とかそういうちょっとネガティブなことをね、隠す人もたくさんいると思うんですよね。お友達レベルとか、仕事のレベル、同僚とかそういうレベルになったら、相手に変に思われたくないとか、そういうことがあって隠す人も多いと思うんですよ、日本だとね。だけどアメリカでは結構そういうのもオープンに言った方が楽だっていうのもあるし、サポートもしてもらいやすいっていうのもあって、言う人も結構いっぱいいるんですよっていう話をしたと思うんですね。だから隠す人もいないし、そういう恥じるものでもないですっていうことを言ったんですけど、積極的に治療をしていかないといけないですよねっていうことを言ったと思うんですね。で、大切なことはですね、それからもっと大切なことがあるのを忘れてたんですね。で、それはですね、そういうふうに症状が出た時にどういうふうに対応したらいいかっていうことをみんなが学ぶことなんですよね。だと思うんです。で、本人が自分でそういう時にはどうしたらいいかっていうのを知ることは当たり前のことなんですけれども、周りにいる人、家族とか恋人とかお友達っていう人たちが、何なら他人でもどうやったら症状を抑えられるかっていうのを知っておくことは非常に大切だと思います。だからね、うちの職場でも、まあ、うちはパブリックサービスなんでね、公的な場なんで、結構いろんな人たちが来るところでもあるんですよね。例えば気分悪くなって倒れる人とかも出てくるかもしれないし、要するにファーストエイドのどうやったら応急処置ができるのかっていうのを、応急処置で、例えば心臓発作で倒れてる人がいたら、もちろん医師じゃないから下手なことはできないんですけれども、それでもこう心臓マッサージをしたりとか、呼吸を助ける、なんて言うんでしたっけ、口と口をつけて息をこう入れる、そういうのをやったりとか、うちの職場ではそういう応急処置をするトレーニングとかも結構する時あるし、あと最近多いのはやっぱりメンタルヘルスの人たちも多いのでね、そういう人たちが家族にいる場合、職場にいる場合、学校とかにいる場合、どうしたらいいか。もちろん自分がそういう場合はどうしたらいいかっていうのも含めて、みんなで学ぶんですよ。例えばですけど、うつ病の人にどういう対応をしていいか、悩んでる人にそんなくよくよしない方がいいよとか、頑張ってなんていうのはね、ストレスに感じない程度に頑張ってねみたいに言ったりとか、そういうふうに言うケースも増えてきてるとは思うんですけど、健常者、まあ健常者っていう言葉も私ちょっとおかしいなと思うんですけど、健常な人ってどこにもいないと思うんですよね。人間何かしら病んでたり、体調悪かったりするわけだから、特にもう年齢が上がってくるとね、だから本当に健常者っていうのいないと思ってるんですよね。でも、この病気を患ってない人にしてみたら、その病気で患ってる人の苦しみはわかんないわけだし、こんなこと言われたら本当に傷つくっていう言葉を平気で言ったりもするしね、なんか心が弱いなって思われがちだけれども、そういう人への対処法っていうのは、対処法っていうのはあるわけですよね。根性根性ど根性みたいな感じで、日本をね、高度成長へと導いてきた日本の人たちには、その辺はわからないかもしれないんだけれど、もう時代も変わってきてるんですよ。そんなことで傷つくって言っても、傷つく人は傷つくし、傷ついた人と傷つける人がいたとしたら、やっぱり傷つける方がいけないわけだし、その辺はね、ちゃんと知らないと
こう間違った行動とか言葉とか起こしちゃうのでね、その辺はちゃんと本当に学ばないといけないと思うんですよね。私の職場ではそういうトレーニングしてるって言いましたけど、例えば社会においても女子トイレに行ったら生理用ナプキンとかって置いてあるところあるじゃないですか。まあ、お金払うのかな。で、それだって社会の優しさだと思うし、それと同様にアメリカではエピペンが置いてあったりとかする場所もあるしね、学校なんかでは特にいつ何時必要かもわからないから、そういうエピペンとかアレルギーに関する応急処置ができる薬だったりツールだったりするものはもう法律で置かないといけないっていう法案ができるとかできないとか、そういう感じでもなってるし、さすがにコストがかかるものだから、どこまで法律がね行き届いてるのかはちょっと私の方ではこの時点では調べていないんですけれども、そういうふうに社会がなってきてるんで、どの場所にいても周りの人が助けられる状況に入れるようにしようっていう感じで今なってると思うんですよね。だからみんながいろいろトレーニングしたりカウンセリング行ったりしてるわけですよね。だからパニック障害っていうのはもう本当に5分とか10分で収まるものなんですよね。でも、それに伴う他の疾患、不安症だったりとか、過呼吸だったりとか出てくるわけで、だからことがね、ややこしくなるわけで、でもパニック障害だけだったら本当にすぐ抑えられるし、ちゃんとした対応を取ることができれば、もう一時的のものであるわけだから、周りの人もビクビクしないで、ドーンと構えてね、むしろ向き合うことができれば大丈夫だと思うんですよね。なので、あまりなんかこう知らないとビクビクしちゃって、怖い病気だとかね、本当に引いてしまう。そりゃやっぱりバタバタしてる人がいたら引くと思うんですよね、普通の人は。でもそれでもそういうのをちゃんともっと詳しく知ってれば、あ、これはこうすればいいんだっていうふうに対応がわかるわけだから、そんなに怖がらなくてもいいと思うんです。だからそういうことをね、電車の中でいつ例えば過呼吸になってね、倒れる人がいるかわからないし、そういう時にみんながこうさーっとこう引いていくんじゃなくって、やっぱり大丈夫ですか、大丈夫ですよって手を差し伸べてくれる人が一人でもいたら、その人だって救われるわけじゃないですか。だからそういう社会を作っていかないといけないんじゃないかなと思います。それでは、今日の空です。ということで、ご視聴どうもありがとうございました。それではまた。